日本では現在最強と呼ばれる通常動力型潜水艦艘龍型潜水艦が建造されています。それだけで当分海の防衛は大丈夫と思うのが素人なのでしょう。実はそう、龍型の次の潜水艦の建造計画があるのだとか。そしで、その潜水艦の方向性はまだ決まっていないようです。まだ建造中だというのに、その次の潜水艦まで企画する、しなければならないとは、なんとも不思議な感じがしますよね。これが一般。市民の自家用車だったら、今乗っている車の耐用年数ギリギリまで使って、それから後継者を考えると思うのですが、国家的展望ということなのでしょうか。それにしても、予算が、一番気になります。原資は税金ですしね。さて、次の潜水艦ですが、エンジン機関として、リチウムイオン電池の採用を考えた上で、現在、他国で厳選に使用されている、性能を模索しているのか、それすら一切不明です。今回は、この海上自衛隊の次期潜水艦について見ていきたいと思います。あるイベントで、ウォータージェット方式というキーワードが登場したのをご存知でしょうか。これについても調べてみたいと思います。元号が平成から令和に変わってから1ヶ月後の2019年6月、千葉県の幕張で MAST アジア2019というイベントが開催されました。海洋及び航空安全保障環境が変化する中で、対応する地域の安定と防衛テクノロジーの発展に貢献することを目的として、防衛装備、テクノロジーに関係する展示フェアや論文発表を行う。と同時に、海洋及び航空安全保障に関するシンポジウムと銘打たれたのが、MAST アジア2019というイベントです。その際、三菱重工業が新世代潜水艦のイメージ図を展示したのです。そのイメージ図は先進的なフォルムだったので、様々な推測を呼んだそうです。三菱重工業のイメージ図に対する反応も様々あったのですが、目立った指摘は、潜水艦の推進方式にウォータージェット、ポンプジェット方式を採用するのではないかという意見でした。これが本当なら、実に画期的な進化ではないかと噂されたのです。そうは言うものの、肝心の防衛装備庁内では、ウォータージェット方式の研究が行われているという証拠は何もありません。要するに、噂だけが勝手に一人歩きしているのではないかとも思われます。一方、世界の現状を見てみると、潜水艦にウォータージェット方式を採用している例は少ないようです。つまり、高出力の原子力推進型潜水艦にしか、この方式は採用されていないというのが現実です。少ない具体的な例を挙げてみます。攻撃型潜水艦では、イギリスのトラファルガー級や、アメリカのシーウルフ級。戦略型潜水艦では、フランスのルトリオンファン級や、ロシアのボレイ級などですが、これらの潜水艦は、すべて原子炉を搭載した潜水艦原潜です。ご存知でしょうが、日本には原潜はありません。ですから、日本の通常動力型潜水艦に、ウォータージェット方式が採用される確率は、かなり低いというより、ないのでは?と推測されているのです。こういった根拠があるにもかかわらず、ウォータージェット方式が
注目を集めてしまう理由はなぜでしょうか。それは攻撃型潜水艦で特に重要視される水中での高速性と静粛性、この2点の優位性が高いということが多くの国に知られているからではないかと推測されます。水中速力ですが、推定値のデータでは、前述のイギリスのトラファルガー級潜水艦が29ノット、アメリカのシーウルフ級潜水艦が35ノットとされているそうです。実際の数値は公表されていません。日本では、最新鋭潜水艦装、夕方の水中速力は、推定値で20ノットとされていますから、比較すれば、やはり、原子力推進型が速いのは事実です。では、イメージ図について見ていきましょう。公開された図では、現行型よりも、セイルが船体に密着しているため、中央近くにあることがわかります。セイルとは、小舟の方を意味する言葉ですが、潜水艦では、船体中央部の上部に突き出た構造のことも、セイルと呼ばれているそうです。船体にくっついているということは、上にはあまり突き出していないということでしょう。個人的な考えですが、潜水艦が目立つ要素が減ったのではないかと感じます。主題である、ウォータージェット方式の話に戻ります。潜水艦には、一般的に、スクリュープロペラ方式が採用されていますが、それよりも、設計や製造は、難しいとされます。ということは、コストにも影響してくることは明白ですね。技術的にも経済的にも、様々な課題があることが分かっているのに、それを考慮しても、なお、ウォータージェット方式を選択するメリットとは一体何でしょう。そのメリットとは、前述したように、2点あります。すなわち、スピード、高速性と、機体の動作の静かさ、静粛性です。それだけではなく、船体の突起をなくす形状になるので、水深の浅い海にも対応できます。また、ウォータージェット方式というのは、原理的には、吸い上げた水を噴出し、その勢いで方向を変えるという方法です。なので、方向舵がなくても、運航に支障がないということがお分かりですね。つまり、舵が不要になるので、その分の形も目立たなくなるということになります。もう一つ、スピードとは相反するようですが、噴出する水の勢いをコントロールして、ほんのわずかな距離の動きも可能ということです。意外と小回りが効くということでしょうか。などのメリットはありますが、物事には、表と裏があります。利点もありますが、欠点もあるということです。ウォータージェット方式には、低スピードでの航行時の安定性や操縦性がいまいちと指摘されています。特に低スピード時の燃費は非常に悪いようですから、艦艇の航続距離は短くなってしまうわけです。これは重要な課題でしょう。自動車を見てもわかりますが、燃費が悪いと走行距離に影響します。艦艇の行動範囲が狭まることになってしまいます。例えば、速度25ノット程度なら、エネルギー効率の目安として、ウォータージェット方式は約 45% ですが、スクリュープロペラ方式は 20% ほどそれより高いのです。しかし、逆にスピードアップすると、例えば、速度が30ノット以上になると、この比が逆転するので、スピード性が重視される艦艇用には適当とされるようです。また、スクリュープロペラ方式では、
必ず発生するキャビテーション、液体の中の圧力で発生する物理現象、気泡が発生するは、ウォータージェット方式では起こらないので、これもメリットの一つと言えるでしょう。キャビテーションのせいで、スクリュープロペラが傷んでしまったり、推進効率が低下するなど、艦に悪影響を与えると言われています。そして、キャビテーションは、騒音を出すこともあるらしいので、敵に捕捉されないことが、最優先の潜水艦にとっては、非常にデメリットとなるわけです。音を出したら、敵艦のソナーに引っかかってしまいます。つまり、音を出さないことが、一番に求められる潜水艦では、騒音は、絶対に出したくない現象であることは、言うまでもありませんね。この点でも、ウォータージェット方式が優位というわけです。ウォータージェット方式のメリット、デメリットについて説明しましたが、様々な条件を勘案しても、現状では、原子力推進型潜水艦にこそふさわしいということは、疑いの余地がないでしょう。通常型潜水艦には、スペックが高すぎるという気合もありそうです。とはいうものの、通常動力型用により、効率的な電池が実用化されたら、ウォータージェット方式を採用する可能性も高くなると思われます。というのは、燃料電池というものは、自動車も含めた将来的な動力の本命とみなされているからです。飛躍的に性能が高まるとすれば、燃料電池こそが、潜水艦のエンジン機関として認められることも現実のものとなるでしょう。また、このような燃料電池テクノロジーが実現したら、原子力などよりずっとずっと扱いやすいというのは誰の目にも明らかでしょう。2万人近い死者と被災者を出した2011年、平成23年の東日本大震災の記憶は、日本人なら忘れられない、忘れてはならないものでしょう。津波の被害すらわからないうちに発生した福島の原発事故。放射性物質の飛散から、避難を最優先にせざるを得なかったために、助けられた命を見捨てざるを得なかった人々の、悲しみや悲惨さも風化させてはならないものでしょう。あの原発事故は、人間の手ではコントロールできない原子力の凄まじさを見せつけました。そして現在も廃炉作業の途中で、いわば後始末をしているありさまなのです。11年過ぎても、この体たらくです。簡単に言えば、原発事故は、収束するあてがない状態と言えましょう。この現実を知れば、不安定すぎる原子力に恐怖を感じるのは当然のことでしょう。取り扱いにも不安があり、一旦暴走すればコントロール不能と言っても良いエネルギーより、燃料電池の方が安定した動力源として将来的に普及していくのではないか。また、個人的にもそれを望むところです。